どうも、大みきです。はい、というわけでですね、今回何をしていくかと言いますと、欅共和国に関する疑問を解決していこう2019よ。はい、というわけでですね、もう結構 Twitter の DM とかでよく、共和国に関する質問をいただくことが増えてまいりました。でですね、今回はその多かった質問にまとめて答えまして、皆さんと情報を共有していこうと、そういう動画でございます。でですね、今回は4つから5つの質問がございますので、これについて喋っていきたいと思います。はい、では早速喋っていきましょう。でですね、まずは、一番多かった質問からいきましょう。はい、こちらでございます。ドン。物販の混み具合です。はい、確かにですね、これ結構重要なんですよね。もうこれによってはもう共和国に行く時間がだいぶ、左右しちゃったりしますので。はい、では早速喋っていきますが、もうズバリお答えします。混みます。超混みます。で、暑いです。はい。本当にもうこれに尽きるんですよね。ですね、共和国、去年はですね、3日間とも、10時に販売開始だったんですが、2017、18ともに、共和国の物販はですね、その欅市場、トップクラスに混みます。まあ、その、特にですね、あ、なんて言うんだろう。物販のブースがちっちゃいとかいうわけでもないんですけれども、混みますね。本当に。で、ですね、事前注文のグッズの受け取りも、10分から30分ぐらいは、もう場合によっては並んだりします。もう時間指定でもね。で、普通に一般で並んだとしても、1時間から2時間並ぶのが当たり前になっていきますね。で、去年はマネパがあったんで、僕マネパで並んだんですけど、それでもですね、1時間はかかなかったから30分、40分ぐらいかかった気がしますので、もう今回はもうマネパがなくなってしまったんで、かなり並ぶと思ってもらって大丈夫です。はい。でですね、本当に時間に余裕を持って行きましょう。ライブ前直前とかだと、入場にも時間がかかっちゃうので、とりあえずもう、物販行くのであれば、割と早めに行かないと結構やばいような気がします。で、さっきも言いましたが、とにかく暑いです。本当に暑いの。そう。まあ、富士急ね、もうまあ、でも7月ちょっと雨降るかもしれないかわかんないんですけど、外に並ぶことが結構あるんですよ。一応、販売の、ブースは中ね、ホールにあるんですけど、それに行くまでに結構外で並ぶ時間もありますし、なんだったらホールの中も蒸し暑いです。めっちゃ暑いので、とにかくもう水分補給をしっかりしてください。っていうのが一番ですね。でですね、これはちょっと余談なんですけど、去年はですね、午前中でグッズの売り切れが結構ポンポン出てました。まあ、押しタオルだったり、T シャツだったり。で、T シャツに至ってはですね、そもそも、現地、富士急になんか、発送遅延とかで届かなかったっていうのがあって、だから欲しいグッズはですね、とにかくもう事前注文か、早めに行くことをおすすめします。本当にですね、もう物販はしんどいので、できるだけ皆さん早めに並んでください。はい。でですね、まあ、共和国の物販はですね、結構いいものたくさん出てくるんですよ。去年の共和国も、ガラス割れの MV 衣装、MA1 の衣装の、生写真が出たりとかしたんで、結構ですね、いいグッズがたくさん出るので、今欲しいグッズたくさんあると思いますけれども、まあ、早めに並んでください。で一応ですね、ここで共和国で販売したグッズも、多分まあ、前日とかがあれば、そっちでも販売はあると思いますので、まあ、あんまりその急がなくても、すぐ欲しいっていう方以外は、まあ、最悪配送とかでね、買っちゃってもいいのかなっていうふうには思います。はい。では次の質問いきましょう。次は、入場時間でございます。はい。まあ、これも結構いただきますけれども、まあ、これもズバリお答えしますね。ライブ会場のコニファーフォレストへの入場にどれぐらい時間がかかるのかですね。ですね、これは、開演が近づくにつれ、混み合ってきます。はい。本当に、開演1時間前、30分前とかは、もうなんか、交通規制が行われて結構ですね、混み合っております。で、富士急からですね、ライブ会場まで、若干遠いんですよ。若干遠いし、駐車場を経由しますので、その車の行き来と、私たちね、歩行者の、ここのせめぎ合いが結構ありますので、まあ、最悪、2、30分かかると思ってもらって大丈夫です。だから、早めに皆さんですね、お早めに移動をしましょう。はい。で、次の質問、3つ目ですね。退場時間。はい。これも結構気になると思います。これによって、まあ、買えるバスだったり、電車だったりっていうのを見る方もいらっしゃると思いますが、これですね、ごめんなさい。目安でしかないです。目安でしかないですけど、僕は共和国は2017、18と、2年間行ってまいりまして、一応どっちも経験してるのでですね、僕のいたブロックの退場時間を今から一応お伝えしますが、
これが、実際問題、ね、今年も通用するかといったら、ちょっと、ごめんなさい、それは、ちょっと、お約束はできません。っていうのも結構まあ、去年、一昨年で、会場の作り方が全然違ったんですよね。花道がある場所だったりとか、どこで分けるっていうのが全然違ったので、ちょっと今回どうなのかわかんないんですけれども、とりあえず、お答えします。まず、2017ですね。欅大学2017。僕ですね、B ブロックにいました。で、B ブロック前の方で、まあ、A、B の B ですね。で、B の、一番花道の近くだったんで、なんか7とか6ぐらいだった気がするな。まあ、その花道の、ちょうど真ん中ぐらいですね。で、凶悪っていうのは確かですね、こっち側、外、奥の、端っこの方からどんどん退場していくんで、僕結構遅かったんですよ、これね。7時半、何時に終わったのかな ?7 時半ぐらいに確か終わりまして、ライブ自体が。で、僕がブロックを出たのが、8時20分。20時20分ぐらいでした。だから、退場したのがだいたい50分後とかでしたね。で、続いて、F ブロック、これ友達だったんですけど、F ブロックの、まあ、でもこれも花道近くだった気がするなぁ。F ブロックもですね、7時30分から8時ぐらいに、割と、すぐに退場できたみたいでございます。本当にですね、F ブロックと B ブロックでかなり1時間ぐらい差があったんで、これは結構、目安になるかわかんないっていう感じです。でですね、2018、欅大学2018、僕もですね、これ F ブロックだったんですけれども、この時ですね、ダブルアンコールがありました。千秋楽だったんで、ダブルアンコールを見て、規定退場だったんで、確か会場出たのが8時ぐらいだったかな。で、友達もそれより遅くなったんで、ワンチャン多分8時半ぐらいになっちゃったと思いますので。結構ですね、退場時間も、余裕を持ってくださいといった感じでございます。一応ですね、臨時の電車出ておりますので、まあ、20分ごとぐらいには多分、東京行きの電車が出てるはずですので、あまり心配はいらないと思うんですけれども、まあ、これもですね、まあ、余裕を持って、ぜひ行っていただければなというふうに思っております。はいですね、これが最後の質問になりますね。はい、富士急への入場は無料ですかっていう質問が結構来ます。無料です。はい、富士急に入るのは、全くお金はかかりません。で、アトラクションとかで別途ですね、フリーパスだったり、単発のパス、アトラクションの券っていうのが必要なんですけども、富士急の入園自体は、無料になりますので、まあ、パネル探しだったりとか、まあ、基本的には、お金がかかりませんというふうに覚えてください。でですね、ちなみに、物販ですね。凶悪の物販は、富士急の外にあります。はい。なので、まあ、多分今年も同じでしたら、富士急ハイランドホールシアターっていうところになると思いますので、まあ、最悪入場しなくても、まあ、物販とか、まあ、行けますよっていう感じでございます。で、この物販の場所もですね、一応、すごい分かりにくい場所にありますんで、ぜひですね、事前に、確認をしてください。2年前は結構迷いました。ずっと富士急の中に物販あると思ってたんで、そしたら全然もう違うところにあったんで、はい、皆さんも、お気をつけください。はい、というのがですね、一応、疑問、質問でございました。皆さんもですね、分かんないことあれば、ぜひコメント欄に書いていただければ、僕の分かる範囲で、答えたり、しようと思いますので、ぜひですね、分かんない質問があればコメント欄にお願いいたします。で、最後ですね、まあ、これはちょっと、まあ、疑問というのもあれですけど、欅大学2019にネルが出るのかなっていう、なんか、お便り的なやつがたくさん来てましたけれども、残念ながら、欠席でございます。いやー、ショック。超ショックですよ。もう、最後のライブがね、あれですよね。だから、アニラの東京公演になったので、まあ、実質、ネルの最後のライブは見ることができたと考えてますけど、やっぱりライブで最後なんかね、華々しく、終わって欲しかったなーっていう気がするので、ちょっと残念ながら、ちょっとね、ネルは出ませんけれども。はい。ショックです。すごくショックです。ネルはね、最後まで、共和国まで出ると思ってたんだよなー。出ると思ってた。っていう感じなんで、ちょっと、まあ、ショックではありますけれどもね。まあ、代わりって言っていいのかわかんないですが、卒業イベントが、開催決定しました。
はい、これもですね、同じく昨日発表があったんですけれども、8枚目シングル黒いすりの活動をもって卒業を表明している長濱ねるですが、単独イベントの開催が決定しました。長濱ねる卒業イベントありがとうを目いっぱい伝える日、2019年7月30日火曜日幕張メッセ、行けない行けないよ火曜日、僕絶対行けないんですよ火曜日。いやー、ショックですよ。もうなんか二重でショック。行きたかったんだけどなー、あと一周ずらしてくれてもう行けなかったわ。だから火曜日僕ちょっとねイベント行けないんだ。はい、という感じでございまして、まあ、一応なんか、卒コンとはまたちょっと違いますけど、まあ、卒業イベント。まあ、過去にね、乃木坂のメンバーもなんかトークイベントとか、卒業前のメンバーが入れましたけど、まあ、そんな感じになるのかな。でも、幕張メッセってそもそもちょっと抽象的すぎるんだけど、ホールどこなんだろうね。さすがにイベントホールってことはないよな、さすがに。まあ、ここも、なんかゲストが来るのか来ないのか、まあ、単独イベントって言ってるかわかんないけど。っていう感じでございます。まあ、ファンクラブ選考がね、6月27、木曜日から始まるといった感じでございますのでですね、まあ、行く方はぜひ、皆さんもですね、ネルにありがとうと気持ちを伝えてください。いやー、ショックですよ、本当に。行きたかったし、ネルも今日は来てないし、なんか、はい。ちょっと後味悪い感じになっちゃいましたけど。はい、まあ、こんな感じで、今日の質問、疑問を解決していこうのコーナーでした。本気でした。バイバイ。